画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。さあ、夏も終わりに差し掛かってきていますけども、いや8月が終わりなのかな、いやこの動画がいつ上がるのかもわからない、いや待てよ、9月でもまだ夏だと言えるだろう。私は一人で何を自問自答しているんでしょうか。自問自答しているね、時間っていうのも必要です。皆さん、延々と誰かと話してるっていうのはね、それはまたね素敵なことだと思うんですよ。なんていうか、こう人友達とね話したりとか、でもね、人間インプットとアウトプットっていうのがあってね、まずはインプットしていく、自分のことをね、自分のことというかいろんなことをね、でそれをどこかでアウトプットしていく、このサイクルっていうのがね、バランスいい人っていうのはねいいよね。例えば知識をねもう貯めるだけ貯めて貯めるだけっていうのはもったいない。やっぱりアウトプットしていくっていうのはねいいんだよね。向こうか、すんごい私普通に喋ってたね。なので例えばこうすごくエッチなこととかをインプットしたとします。それはやっぱアウトプットして出していく。おい。もうなんかそんなこと話してるからね、咳込むんですよ、私は。もうジジイですからね。もうね、今ね、すん、あ、いた。あそこか。もう今ね。しゃっくりが出る、まずい。しゃっくりが、ごめん、メグ。あんたには構ってる暇ないんだ。しゃっくりがね、止まらない。まず。やっぱ息を止めるといいって言いますからね、しゃっくりは。いや、なんとか、多分止まったかな、もう止まったかな。今ちょっとね、大丈夫っぽい、大丈夫っぽい、よかった。おい、メガネメガネのせいや人のせいにしていくよね。よいしょー、救わせない。あ、よかった、バグったかと思いました。なんかエロい話するからでしょうね。もうちょっと真面目な話していきましょうか。もうエロい話するから良くないんですよね。そう思うやろ、メガネ。おい、ちょっと待って、あそこ、あの野郎、ちょっと、メグちゃん、あの三つ編み子の方ですよね。こっちも三つ編み子や。この辺で守っておきましょう。そろそろ一人ぐらいね、犠牲にしないとさ、まずいことになるでしょ、このペースだと。近寄るな。お、死んだ。第1メグが死んだね、これ。三つ編み子が、おいしょー、第2の三つ編み、ペロペロするぞ、ペロペロいやー、よかった、止まったかな。ほんと、何の罰でしょうね、罰でしょうね。皆さん、花火大会は行かれましたでしょうか。おっと、素早いな、あの三つ編み子。あ、帰ってきた帰ってきたじゃあ壊しておきましょう。夏休みに、夏休みじゃなくてもこの夏に花火大会とか行かれましたでしょうか。女の子と行ったのかな、男同士で行ったのかな、女同士で行ったのかな。ちょっと男女のね、なんかこう、なんか甘酸っぱいなんか花火大会の思い出とか聞きたいな。聞きたくない急に否定入っていくけどこの辺いたやろ今どこだ、いるか。いいね、ちょ、あー、しまった。ジェイクおじさんですけども、ほっときましょう。だってもう残りジェネレーター3つでこれ吊るしたらあと2人ですからね、いいペースですよ。女の子とね、浴衣着た女の子と花火大会行くっていうのはもう一
行ってみたらテンプレートの羨ましい、まあ、おいルートだよな。メガネ何壁のシミでも数えてた。すまん、最大距離まで行く。あ、おでも最大距離でこんないけるんですよ。やっぱレンジを積んでるからでしょうね。レンジが伸びる、まあ、距離が伸びるっていうアドオンを入れてるんで、かなり、ぶっ飛ばすことができますね。もう花火の一番見やすいところまで一気に縮めてこう飛べることができる。まあ、幽霊なら別にさ、あのどっからでも見れると思うんだよ。ゼロ距離からでも花火見れるしね。いやなんだいいな。あれでしょうか、あの浴衣姿の女の子と、花火大会行っちゃった。みんなあの VR がほら発売されるやん今度。でサマーレッスンというちょっとエッチわけじゃないと思うんだけど、あの女の子の部屋に家庭教師として入って、で、なんかイチャコラするみたいな。大方間違ってないと思うんだけど、それの花火版とかないかな、花火一緒に見に行く。いや待てよ、あイチャコラするな。私の前でイチャコラするんじゃないぞ、おい。 OK、 VR で一緒にこうお化け屋敷行くみたいな、お化け屋敷行くみたいなやつ出ないですかね。で怖いところでキャッみたいな感じで、抱きつかれちゃうみたいな、そういうやつ。ほらメメントモリだ、うりゃうりゃ首絞めて、うりゃうりゃグリグリグリングリンペタペタ。いや今の今までね忘れてた、メメントモリ積んでたって。ちょっと待って、メメントモリについて私ちょっと触れること忘れてたわ。あの花火大会とあのしゃっくりとかあの咳込みで随分忘れてました。でもメメントモリまだあるんで、時期にねまたやっていきたいと思います。うん、あ前回ね VR の話したと思うんだけどもね、まあほらなんていうか仮想空間で女の子とイチャコラできるようなね、っていうのもいいと思うんだけども、 VR でホラーを体感するってすごい怖いと思うんですよ。うん、なんか言うてみたらただ森を歩くだけでも怖いと思いますよ、 VR でやればね。そこにこうね、なんか人の顔とか浮かび上がってきたりとかねするだけでも相当な怖さになるはずなので、ぜひとも VR ホラーはね体感してみたいところであるかなと思います。うん、でデッドバイもね VR になったらどうなんだろうなって思うんだけども、私が一番気にしてんのはまあ酔いですね、 3D 酔い、 VR 酔いっていうやつね、新たなね問題が多分発生してるみたいなんですよ、 VR で酔うっていうのね。で VR で酔うっていうのをなるだけ軽減するためのあのなんだろう会社みたいなのもねあるみたいですね、出てるみたいですね。うん、それをなんかこう精査していろいろボンボン鳴らしてるな見て、でこうなるだけ酔わないようにこう精度を高めていくみたいな。おい壁のシミを数えるんじゃない、あれえどうしたのあら、あたまにあんのよねこれ、たまにあるんよね。ちょっと持っていきましょうか。なんだろう。こう、多分回線切れてるんじゃないかな。接続が不良になってて、うん、で、そのまんま行っちゃった感じだと思うんで、これ。まあまあまあ、でも容赦なく吊るしていきます。戦闘意欲がないやつも容赦なく吊るしていく。ただ、あれ救われても多分ね、その場合に棒立ちになるだけなんで、まあもうほっとく感じでいきましょうか。回線切れた。やっぱそうだよね。うん、もしくは単に、気づいたらもう試合が始まってて殺されてたみたいな。だってあそこまで一応移動してたしね。どっちか出る。待って、こっちに流れてる。こっちに流れてるな。
流れてる流れてる流れてる。来たな来たな。いやだから VR でホラーねっていうのいいんだけども、前話したようにこう女の子と VR で怖い夜道を歩いたり、そのなんだろう、お化け屋敷行ったり、おいでこんな急なね、おい帰ってきた殺人鬼の時にね、あの女の子がキャッてこう腕を掴んでくれるみたいな。でそれがねリアルにゲームの中だけじゃなくて腕とかにこう感触が来るみたいな、自分の実際の腕にさギュッみたいな感じで怖い怖い、ちょっと待って別の意味で怖い、それちょっといいなっていう感じで私今想像したんだけど怖い。あ違った、カチカチしてるからこれかと思ってた、それ別の意味で怖いやつ。あこっちか、もじ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 くん、もじもじくん懐かしいな、三つ編み子やないか。おいさあ、サク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 進んでるぞ今回。しかしサク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 向こうもジェネレーターを起動している、これはスピード勝負ってやつや。はい、うん、皆さんはどんな、VR が欲しいですか？ VR のゲーム、まあ、FPS とかも楽しそうだけどね、めちゃめちゃ酔いそう、うん、私はやっぱサマーレッスンぐらいのなんかやつ欲しいな。デッドバイを VR でやったら本当生存者側だったらめちゃめちゃ怖いでしょうね、うん、しかしあれだな、なんかこうゲーム性が変わっちゃうよね、こういうもともとのやつにやってしまうと。でもマインクラフトの VR だったらものすごく良くなりそう、うん、誰も来ていないようだ。なんか話によると、アダルトの VR っていうののなんかその発表会があったみたいですね。プレスの人たちが結構押し寄せたみたいですけども、すごいよね。要はアダルティーなのを自分で腰振って体感するみたいな。お、作ってくれたか。よいしょー。こういうのがいいんだ、アダルティーなのをね。だからこういう拷問もこう自分できちんと腕をこう上げてよっこいせっていうさ、よっこいせした後だいたい 100% ぐらい男の 90% ぐらいかな、 99% かなの男はそのままおっぱいを揉み出すっていう事態が発生するんじゃないかな。現在の本当アダルト業界は進歩してますからね。っていうかエロなくして進歩なしなんですよ、うん、まあ、とんでもないダジャレを言おうとしてちょっと私はやめましたけども、まあ携帯エロ漫画とかもねエロなしでは、やっぱり普及というかこんな爆発的にいかなかったと、うん、エロが世界を変えるということなんですよね、うん、真面目にアホなことを話しています。この辺にいたよね今。あれ残り2人なんだけどね。あいた、2人一緒に。こんなところでラブなカップルが、ブラブラなブラ、ラブラブブラつけたブラジャーのカップルがっていう、ブラジャーをつけたカップルって男の方変態かよっていう。勝手にごめん、メガネを勝手に変態にしてごめん。私が勝手にそのなんだろう、ブラつけてる感じで表現してしまったけども、君はね違うと思う。えブラつけてんのかなこの人。まあみんなに嫌われてるし、会社にの同僚にも嫌われてるし、学生の時もみんなに嫌われてたから、下手したらブラつけちゃうような人かもしれないですよね。どういうどういうあれなの、カテゴライズなの、ひどすぎるやろ。この辺にいたでしょ最後の、犠牲者。こっちの方はねブラはつけてると思いますよ、うん、えノブラなの
勝手にさあ、こっちかこっちか。いや、カラスパーク様様、はい、ノーブラか、そっか。やっぱ外国人ってさ、ノーブラ多いもんね。なんでしょうね、あのノーブラ率、ローブラ率というか、ノーブラでもその T シャツ着ちゃうっていう感じの、うん、すごいよね。ぜひノーブラの人はね、私のツイッターの方にて、全然何もいらないですよ。あのノーブラの写真とか送んないでいいですよ。大丈夫なんで、あのなんか Google で検索した画像とかをバンバン送りつけてこないでください。そんなわけでご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフの方に乗っております、ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。